ピンチケットミッドナイト競輪、今夜は高知 F2 ピンチケット杯2日目をお送りします。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ今日は昨日に引き続き、はい、芸人さんが多い回となっております。川村さんとここで一緒なの一緒初めてだ。いやほんまそうやね。いや新鮮やね。なんか川村さんギャグ何個放り込んだらいいですか。今日ツイッターで意気込んでましたけど今日ギャグいっぱいやりますよって、そういう番組ではないないやでもいいんじゃない、そのいや取ったらやるとか。あそうですね、取ったらできるという。取ったらできる。なるほど、いいんじゃないですか。やっていきますか。よろしくお願いします。オッズ割れてますねこのレース。コメントもね荒れるんじゃないかって来てましたけど、荒れる可能性あるよって。ちょっとオッズも割れてますし、もしかしたらそういうのも入れてみてもいいかもですね。なるほど。お、はい、八木さん開けますか。ちょっと僕も荒れるんじゃないかなと思って、あの3連単ボックス24通りでいきました。 1,2,3 で、で7絡めて、7絡んできたら突くんで、はい、で3番やっぱりね、垂れるかもしれんし、でも行くかもしれんしって、どういう感じになってもやっぱいいんかなと思って、やっぱこの 1,2,3,7 どっちの可能性も入れたもん。広く、はい、行きました。93倍とかもありますね。そうですね、もう 7頭とか来たらもうすごいことなんですよ。3桁もあると。そうですね、7に着だったら結構する。はい、ここは3桁ボックス1,2,3,7締め切れば3分前です。あ、でもコメントでも 1,2,7 ボックスどうですかってあるので、八木さんそうですね、カバーしてますよね。 1,2,7 って絶対いいと思う。7絡みいいよって。7絡み結構いいからって、これはここに来てこのね7昨日のレース見てたら買いたい。確かに。ただ6来るよっていう方もおられるんでね、6から買いなっていう方もおるから、まあでも全部は買えないんでね。そうですちょっとさあ間もなく2分前です。結構皆さん悩まれてますね。悩んでますね。いつも割れてるしな。3がギア上げてきたから頑張ってくれて2の差し、3が頑張るから2が差して2頭134、3着134って方もいますね。3が頑張るからこそ2が足を貯められる。はい、と出ました。2車単31が2,000円、3連単312、5650円となりました。やったー、めちゃくちゃついてる。すごい、やったー、すごいすごいすごい。一番大きいの来ました今日。あれ自分の唇美味しいわ。あ、食べてんの。なんで食べんの。ベアのやつ出しましたよ。うわ確かに初めて見た。ベアのやつ出しました。よく喋れましたね、食べてんの。ベアのやつこれすごくすごいですよ。めちゃくちゃついた。すごいですね。5650ですね。はい、これ何ポイントかけてたんですか、ヤケさん。あ、100です。100か。100ですけども、まあ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 いいよ、いいよ、ね、来ました。素晴らしい、おめでとうございます。嬉しいわこれは本当に。あれ嬉しいだけ出なかった。本当に普通あの本当に嬉しい時は嬉しいだけ出ない。あ、出ない出ない。確かに感情が勝ってしまう。感情が忘れてしまうんですよ。ありがとうございます。ではレース振り返りましょうか。ここは、はい、かなりスローなペースでした ね、はい、3の選手はあえて1を逃がす作戦をしたみたいです、うん、で1が行っての3がまくってきましたね、うん、まくる形まくって行っちゃった行っちゃった、はい、でここで 1,3 となってました。そうこういう遊びができんの、はい、1,3 となってて、あ、なんもっと行ってで2が外からぐぐっと来ての 1,3,2,6 もここはいましたね。 1,3,2,6 あたりになってました。掴めないが最後1を刺して、あ、消えてもった。終わりました。俺らのせいじゃん。僕らが僕らのせいじゃん。僕らのせい。僕らいらんことするから。皆さんの応援が足りなかったみたいです。すみませんすみません。池田での3-1-2は最後指しましたっていうことですね。3-1-2で持ちたいよね。持ちたい。掴
掴みたくなります。持ちたい私にしか動かせないんですよね、これは私の特権でございます。これ見事50倍ぐらいついたのを八木さんが当たってました、はい、素晴らしい。ポイントどうなったか気になりますね。来ました、どれぐらいになりました、はい、結構増えたかな。もう今日お花が多いですね。はい、花つきました、うん、こちらです。62,409 ポイントですね。素晴らしい、戻してきた、戻してきた、はい、あとちょっとでほぼトントンぐらいに来ました ね、嬉しいわこれは。あと2レース結構使えますよ皆さん、はい、確かに。八木さんのポイントは誰に？本当や、すがれに。じゃあクロちゃん以外でお願いします。お前クロちゃん言えな。クロちゃん、ね、私のポイントかな。どうなるかぜひ明日もご覧ください。はい、では今日も遅くまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。では最後にまなかちゃん、カメラに向かって一言お願いします。よろしく、はい、今日もしっかり歯磨きしてから寝てください。お大事に。お大事先生。かわいい、白衣がいい。あ、先生。